はいどうも、関西クラクラクラブのコミです。さて本日はですね、あの、ま、サムネにもあった通りの内容の動画です。で、攻略全く関係がないんですけども、あの、こう、見てくださってる方にね、ちょっとお伝えしたい、まあ、お話ししたいことがあって、あの、この動画を、あの、撮っているんですが、えっ、ー、と、私ですね、あの、10月から、ちょっとドイツに、あの、引っ越すことになりました。で、期間としては、ま、早ければ1年ぐらいで帰ってくるかもしれないし、 まあ長ければ4年とか5年とか、まあそういう長期間になるかもしれないですね。ちょっとこれは、あの、仕事の関係でどうなるかわからないんですけども、まあということでですね、あの、ESL の本場でガッツリやるぞとか、あの、そういうわけではなくて、単純にね、えと、仕事の転勤で、まあ不妊になったということです。で、 えっと、まあ、場所はですね、あのドイツのデュッセルドルフになります。まあ、ここって、えっ、ー、と、ヨーロッパの中ではロンドンに次いで2番目に、あの、日本人のね、えー、人口が多い都市なんで、まあ、生活はどうやらそんな不便はしなさそうです。まあ、日本人学校もあるんで子供も大丈夫ですし、家族で一緒に行くんですけどね。あとは、ま、日本の料理だったり、まあ、買い物、んと、あと病院。まあ、その他、あの、まあ、必要なものは揃っているので、まあ、そこは心配しないですし、 あと、ESL、あの,ー ES のえー、クラクラの世界大会、あの決勝がね、あの10月の末にありますよね。これもですね、あのー、本当にいいタイミングで、直に見に行けるというあのことになりました、あのー。シャニムニーのリーダーのフィクサさん、あのご存知の方も多いと思うんですけども、 えっと、ドイツに、あのー、住んでいるね、あんたが大将さんというあのクランメンの方を紹介してくださいまして、で、その大将さんにね、あのいろんな、えー、とホテルから、えー、移動から、チケットからの手配、あのこと細かに習いまして、無事あの終えることができましたんで、本当にね、これは今からも楽しみです。いやー、まさかね、本当にその決勝を生で見に行けるタイミングで不妊っていうのはもう、 奇跡としか言いようがないので、ここはもう逃さずやっぱ行くですね。あのすごい楽しみにしてます。で、えっと、まあ、そういうふうな大きな環境の変化はあるんですが、一応ですね、あの動画配信もあの YouTuber もねあの、向こうで続けていきたいなっていうふうに思います。当然ゲームも続けますあの。おそらく時差があるんで、リアルタイムでどうこうっていうのはちょっと難しくはなってくると思うんですけども、あの普通に動画を投稿するっていう あの点においては、まあ、別にあの時差があっても、それは不自由することはないので、ここはですね、これからもやっていきたいと思いますので、あの引き続きね、えー、チャンネルの方よろしくお願いできればと思います。で、クランに関しても、あの関西クラクラクラブに、えー、と10月以降も私、あのずっと席を置くつもりでいます。で、なんでイベントとかね、そういうのがあったらぜひぜひね、こう誘ってもらえたらあの嬉しいなというふうに思いますので、なるべくね、参加していきたいと思いますし、 えっと、家族がね、来るのが、あの、クリスマス過ぎぐらいなんですね。なんで、実質3ヶ月間ぐらい、あの、ドイツで一人暮らしになりますんで、あの、むしろ、あの、ゲームをできる時間はですね、これまで以上に取れるかもしれません。まあ、そんな感じで10月から、ちょっと環境を変えていくというところなんですけども、まあ、一方でですね、ちょっと悩みもやっぱりあります。あの、二つありまして、えっと、一つ目はこのリーダーという立場をどうするか。 でもう一つは、自分自身の問題ですね。でまずちょっと、あのー、関西クラクラクラブの,あのリーダーとしての話からちょっとさせていただくと、まあ、私、今、あのクランのリーダーをね、えー、やっております。で、うん、とこんな形で、えー、総勢今44人ですけど、まあ、サブ垢抜かせば36、えーとえー、6, 7、それぐらいかな。もうちょっと少ないか、35ぐらいですかね。 で、まあ、あのー、いう組織になっていて、で、当然僕一人ではね、あのー、クラン回せないので、サブリーダー、あの、5名になっていただいてます。えっと、で、その5名のサブリーダーに、まあ、日々のね、あのー、活動っていうのは、だいぶ、こう、現場サポートをしてもらっていて、えー、回線からチャットでの、その、戦術アドバイス等々。まあ、私は、あのー、そのサブリーダーの皆さんの、あのー、役割が偏ってないかな、とか、 あとは、まあ、クランの大きな、ね、ルール方針っていうのを、あのー、提案していくっていうような役割分担になってるんですけどもただですね、やっぱりあのそうは言ってもあの現場にそんなに、ま、近くないじゃないかとはいええー、とークランの雰囲気っていうのをね生で感じられなくなっちゃうんですねなんでかっていうと、あのー、さっきちょっと言った時差の問題です、えー、とー7時間違うんですよ なんで、例えば、日本時間のまあ9時ぐらいから、あの皆さん、こう、委が上がってくるんですけど、まあ、あの、関西クラクラクラブの場合はね。えー、っと、その9時っていう時間は、ドイツで言うところの、昼間の2時なんですね。これ、完全に、あの、私、がっつり仕事してる時間なんですよ。なので、やっぱりその、コアタイムの雰囲気がわかんない中で、まあ、いろんな、あの、大切なね、ことを、こう、判断したり、決めていかなきゃいけないっていうのは、ちょっと、 ともしかしたら無理があるのかなっていう気もまあしています。で、まあ、一方でじゃあ、えーと、その辺を全部サブリーダーさんに任せてしまってもいいのかっていうと、多分そうでもないと思うんですね。だったら私いる意味がないので、まあ、リーダーをさっさとこう退く方がむしろクランにはいいのかなって思います。この辺迷いますね。あの、やっぱりこう、社会人の方が多いまあ中で、 皆さんね、限られた時間を、まあ、どこのクランで過ごすかっていろいろこうね、悩んだ末にこの関西クラクラクラブに来てくださってるので、まあ、その皆さんが楽しめる環境とかね、えー、をもっとこう、維持したり発展させていくっていうのは、これは、あのー、やっぱりリーダーをやりますよということでやってる以上は、まあ、多少、ゲームドはい義務でもあると思うんですよね、私は。ただまあ一方で、あのー、 それを建て前にしながら、出来もしないのに無責任にそこにこうしがみついてしまうような、やっぱりリーダーというその肩書きがいいみたいな風なあな残り方をするんだったら、これは絶対に良くないし、そこはちょっとね、自分の気持ちだったり、あとはその、えっと、クラン全体に与えられる、自分が与えられるものっていうのもよくこう見極めながら、間違ってもね、変な形で残ったりとか、 えー、またはできることがあるのに無責任にやめたいとかいうことはねしないようにあの本当にこの10月以降はねよく、あのー、考えながらやっていきたいなっていうふうにそこは思ってます、まあ、ただねこの辺っていうのをあの実は9月の,あの上旬に、えー、と関西に行ってサブリーダーを中心としたメンバーとこう一晩あの飲み明かしたんですけども、まあ、その結論としては皆さん あの一旦ね、ドイツに行って、その生活環境の中で、どういうふうなあのことができるか、やってみてから考えるんでいいじゃないですかって言ってもらえたんで、そこはね、皆さんの言葉にちょっと甘えさせてもらいながら、ただこっちは真剣にね、そこは考えていきたいというふうに思います。こんな感じですね、今、関西クラクラクラブ、そうは言っても、本当にメンバー、結構活発なメンバーがかなり置いてくださっているので、なかなかね、それを、 えっと、てうのかな、えー、壊すようなことはしたくないなと思いますからね。ここは本当に慎重に、あの、自分自身ともクランのメンバーともこう向き合っていきたいところですね。で、えっと、二つ目です。これは完全に自分の問題なんですけども、あの、今、そのクランの説明文、あの、一番上見てもらうと、ミックスクランとして日本最高峰を目指しますっていうふうにまあ書いてるんですが、この最高峰っていう言葉の意味は、 まあ通常の対戦においてもやっぱり負けたくないし、あとはその外に打って出る大会とかにおいても、やっぱりその上に行きたいっていう思いがあるんですね。ただ、あの、私やっぱりそれ参加できないんですよね。あの、リアルタイムでは。あのー、クラネクもそうですし、まあ、ウェルプレイドリーグ、まあ、それに派生する各種の、えっ、ー、と、ミックスイベントって、大体日本のイベントは、えっ、ー、とー、その戦闘時間っていうのが、 日本の夜8時から12時ぐらいですよね。その時間ってさっきの時差の話をすると、ドイツで言うところの昼の1時から夕方の5時なんですね。これ完全に私も仕事の時間でがっつりインをするにはもう休むしかないんですよ、仕事を。そういった中で、あの、このクランのね、目標に対して、自分は一選手として参加することがもう結構困難なんですよね。ってなった場合に、 自分自身が楽しめるのかなって思っちゃうんですよ。あの、裏方のそのね、マネージメントと、あと YouTuber としてこう配信をするだけなのかなっていうふうに。で、えっ、ー、と、そもそも私がそのリーダーだったり、えっ、ー、と、YouTuber っていうのをやってるのは、このクラッシュオブクランっていうゲームが、あの、純粋に好きだから、あの、これを盛り上げていきたいし、あとはもっとあの自分たちが楽しめるようにね、えっ、ー、と、こういう、 立場だったりっていうのを、えー、持ってるんですけど根っこにあるゲームを楽しめないようなゲームを楽しみたいっていうその思いが崩れてしまうと上に乗っかってるものってガラガラっと消えちゃうと思うんですよねそれがやっぱり今あの一番私自身は不安ですね、まあ、これに関してもあのちょっと相談できる人を何人かねクーラーの中でこう作って でまあ、自分自身がどういう関わり方ができるのかっていうのをちょっとこう相談、今始めてるところなんですけども、まあ、この2つの悩みっていうのはね、あの本当に、えっ、ー、とー、なんだ、ゲームを続けていくっていうのは間違いないんですけども、クラン、この関西クラクラクラブの中で、まあ、自分がどれだけ、あのー、アウトプットを出せるかだったりっていうところに関して、すごく、あのー、クリティカルに効いてくるんでね、あのすごい、えー、と悩ましい点です。 ま、なんかアドバイスがあればぜひね、あの、頂戴したいところなんですけども、まあ、とはいえ、あの、私はまずですね、このゲームが本当に好きです。<laughs> あの、かれこれ、初めて5年か、それ、6年ぐらいかな、経つのかな、あの、経つんですけども、いまあ、未だに本当に飽きずにやってますし、あの、この関西クラクラクラブのメンバーも、本当にあの大好きなんです。あの、かなりの方とはね、実際にこう、顔を合わせて会っていて、あの、いろんな、 個人的なこう、ね、悩みなんかも打ち明けられる、あのー、信頼できる仲間がいっぱいいるクランなんで、私はここを、あのー、できることながらは離れたくないし、ずっと皆さんとやっていきたいという思いがあります。まあ、それに、あのー、そもそもこのゲームって、あのー、この関西クラクラクラブ以外にも、いろんな友好クランの皆さんとね、お付き合いをさせてもらってるんですけども、私の,あの人脈とかをね、こう広めてくれた本当に大事な場であって、 あの、これをね、やめるってことは、まず考えてません。ただね、その中でいくと、ちょっと一番心残りなのは、あの、8月に真央さんがね、あの、企画してくださった大型オフ会、あれに行けなかったっていうのは、ちょっと本当に、あの、悲しいとこでしたね。あの、お会いしたい人がいっぱいいたんですけども、ちょっと家庭の事情で行けなくて、まあ、またぜひね、ああいう機会があって、そこに自分が日本にこう、帰ってくるタイミングなんかだったらね、もうすごいいいなと思うんですけど、 あの、そこだけがね、ちょっとね、出国前の大きな心残りですね。まあ、とはいえ、あの、総じてね、この新しい生活、あの、私楽しみにしてますし、これがより良いものになるように、あの、自分自身も頑張っていきたいと思います。なのでね、あの、これからもぜ、ぜひ、ぜひぜひ皆さん、あの、変わらぬスタンスで、あの、私ともお付き合いいただければ、うえー、っと、嬉しいなというふうに思いますし、私自身も発信はね、えー、どん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 これからもやっていきたいというふうに思います。 というところでね、えーとまあ、最後になりますけども、まあ、今後もあの私個人もそうですし、えー、このチャンネルも、そして関西クラクラクラブもね、ぜひ皆様よろしくお願いできればというふうに思います。そしてあのこれ見てくださっているね、あの、カンクラのメンバー,ーに対しては、あのちょっとあのコミュニケーションをとる時間というのは減ってはしまうもののね、あの皆さんとこれからも、えー、ワイワイ楽しく、そして強くね、やっていきたいというふうに思いますので、今後もよろしくお願いいたします。 というところで、本日はね、完全なあのお知らせの動画になってしまいましたが、またね、引き続き攻略動画どん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 上げていきますんで、これからもぜひぜひ皆さんよろしくお願いいたします。また次の動画でお会いいたしましょう。それでは、バイバイ。